クラゲファンタジーホール新江ノ島水族館は、神奈川県藤沢市、片瀬海岸の湘南海岸公園にある水族館。江ノ島マリンランドの実質的な後継施設である。前身の江ノ島水族館については1952年に、当時の日活社長であった、堀久作によって株式会社江ノ島水族館が、設立され、1954年7月1日に、 江ノ島水族館がオープンした。長い間、江ノ島近辺の観光名所の一つとして親しまれたが、2001年に新江ノ島水族館を新設する計画に着手し、2002年9月16日にマリンランド海の動物園が閉館し、新江ノ島水族館が着工。水族館は引き続き営業が継続されたが、 2003年12月31日に江ノ島水族館は完全に閉館し、2004年4月16日に新江ノ島水族館がオープンした。新江ノ島水族館の開業にあたっては、2000年頃に江ノ島水族館の代表取締役、社長兼館長であった堀幸子がオリックス創業者の宮内義彦に打診し、 PFI の一種であるブーシュ法を用いた、神奈川県立湘南海岸公園海洋総合、文化ゾーン施設整備等事業として策定され、運営されている。施設建物の設置、運営管理は、オリックスオリックスリアルエステート江ノ島水族館、日建設計、体制設備が出資、設立した、特別目的会社の江ノ島 PFI 株式会社が、 行い、館内の飼育生物の管理は、旧江ノ島水族館事業主の、江ノ島マリンコーポレーションへ委託する形態となっている。なお、江ノ島水族館から新江ノ島水族館へ移管する、生物や一部資産等については、江ノ島 PFI が、江ノ島水族館から取得している。また、敷地が、湘南海岸公園内であり、神奈川県の民活事業という側面がある。 なお、最後まで営業した江ノ島水族館1号館跡地には、江ノ島マリンコーポレーションが小型ショッピングモール、湘南家族を2005年に竣工し、運営を行っていたが、2009年9月に、大半の店舗が、閉店撤退し、建物もすでに撤去されている。東館長と江ノ島マリンコーポレーションの、代表取締役会長を務める堀幸子は、 藤井日野江馬の長女、藤井高雄の姉であり、旧作の実施である、堀正彦の夫人。1974年に、堀旧作が死去した際、20歳代で、水族館の経営を引き継ぎ、江ノ島マリンコーポレーションが同様に飼育受託の上2004年に、開業したアクアトと岐阜の館長も兼任している。江ノ島 PFI 及び江ノ島マリンコーポレーションの、 代表取締役社長で実務を担う堀和久は、幸子の実施という同族経営であり、公共体及び鉄道会社、リゾート会社などの資本家で運営されていることが、ほとんどである日本の大規模な水族館では、珍しい経営形態である。東西に長い施設の中央部には、神奈川県が設置した、渚の大見学習館という学習施設が、併設されており、 ここの部分のみの入場は無料である。なお、この施設も PFI 方式の一種である BTO によって運営されている。1階には学習実験教室やインターネットで学習できるコーナーが、2階には実際に動物に触れられる水槽をはじめ、海浜の自然現象などに関する実験施設が設置されている。 土日曜日には主に児童を対象とした学習プログラムが企画され、施設の利用化し出しも行われている。深海2000目を引くのが巨大な相模湾大水槽であり、浅瀬から海中の8000匹のマイワシの群泳といった相模湾の環境を再現している。また海洋研究開発機構の協力による深海コーナーもあり、 化学合成生態系水槽では、チューブワームやゲイコツ生物群集の生態展示が行われ、スケリーフットや旧水族館時代に飼育した、ンア鎮ンコウの標本も展示されている。また、有人潜水調査船、深海2000の胴体保存、展示も行われている。深海生物飼育のためのディープアクアリウムが展示されていることもある。昭和天皇、上皇、 秋人、秋篠宮文人新能の海洋生物研究の展示コーナーもある。江ノ島水族館、マリンランドの頃からバンドウイルカの繁殖に積極的に取り組んでおり、1988年には展示飼育下にあるバンドウイルカの繁殖に日本で初めて成功している。その後も2012年7月1日には、 世界初となる展示飼育家における5世が誕生するなど、顕著な業績を挙げている。初の水族館飼育家4世であるバンドウイルカは、メスのマリン・ミレイニー。父親は、水族館飼育家3世のパル、母親は、野生バンドウイルカのシリアス。パルの父親は、水族館飼育家2世のパク。さらに飼育家5世の沢父チ,チテネハハルイも。 誕生している。皆像は、1994年後半に、ウルグアイのロボシで捕獲された、オスの南像アザラッシュである。2005年10月に没するまで、同館の看板とも言える存在だった。電車車、ありがとうございます。